マミムメモ、せいかです。アニプレックスの公式でね、ツイステッドワンダーランドのグッズを購入したので、今回はそちらを紹介していこうと思います。なんかとある有名なイラストレーターさんが描かれた商品みたいですね。で、私は8200円分購入しております。まあ、ツイステキャラ22人いるから、まあ、全員揃えるっていうのは難しい話で、推し2人を買ったっていう感じかな。購入したのいつだこれ。購入っていうか注文したのがいつだ。4月25日らしいので、今8月2日3ヶ月ちょいですかね。よいしょ。本当に何買ったか覚えてないんだよな、いつものように。で、そう、なんか今回いつ買ったんだろうなと思ってメール見てみたらさ、意外と注文してて、そう届いてないけど注文してるもの結構あって、おやおやってなりましたおやおやでした完全に。ということでこちらになりますね。これはなんだ、スマホバンド。スマホバンド、あの透明のケースにこうくるってやって、あのなんていうの、こう持てるようにするっていうことだよね。透明のケース持ってるんだけど最近使ってなくてどこに行ったかわかりません最近裸のまま使ってたわ。かわいい、アーツラベルのスマホバンド、かわいいねで、こっちがオクタビネル。あのさ、ツイステってさ、色合いもいいよね。そしてこれが小皿かな。あ、スマホバンドいくらだ。スマホバンドが980円ですね、これね。で、小皿がこう、ミニプレート990円だって。これ990円なんだ、安くね。アズールアシェングロット、かわいい。さ、私結構グッズのこういう小皿系持ってて、木村良平さんのドロップ、ティアドロップコラボかなんかのとか、あと千の奇跡のリン君とクロウの小皿も持ってて、あとスライムとか、意外とお母さん使ってくれるんで意外と気使って使ってくれるっていう。これもね、仲間入りしたいと思います。その今まで持ってたやつ普通にシンプルめだったんだけど、がっつりカラーだね。え、これ980円って安くない？本当に980円？990円だわ、安っ。かわいい、紫重ねるのが怖い。はい、こんな感じです。で、次マスキングテープだ。マスキングテープ、これいくら。680円だって。ディズニーなんでミッキーいる。ちょっと待って、マスキングの前にこっち見よう。クリアファイル、かわゆい、ハーツラベル。逆は？おー、全身絵だ。これいくら？これ500円。え、本当にこれ980円なの？990円すごいな。いいね。で、こっちがオクタミネル。なんかさ、クリアファイル私さ、使わずにクリアファイルクリアファイルの方に入れて鑑賞用としてグッズ収集しちゃうんだよね。そう、じゃあマスキングテープをこれ貼ろう。私マステ帳っていうのこれ持ってて、これね、今までの買ってきたマステとかを貼ってるんだよね。そう、
これもいつか紹介したいと思って、でも全部まだ貼り切れてないからさ、なかなか紹介できない。さてどこに貼ろうかな、キャラもの。おお、かわいい、かわいい。どう貼ればいい、これちょっととりあえず5人並べるのは無理だな。うん、めっちゃかわいい、いい感じで、商品のシールも貼るのだぜ。オクタビネルも貼った、かわいい、とってもかわいい。こんな感じ、かわいいですね。いろいろ貼って使いたいと思います。さてラストの商品はですね、これなんだ、ステッカーコレクション。これ多分22人中ランダムで入ってるやつだと思うんだよね。ステッカーコレクションってなんだすまんの、相変わらず何を買ったか覚えてなくっての。わあ、推しがだったらめちゃくちゃ運命だよね。22人ですよ皆さん。え、どん、あ、ステッカーだ、いきます、せーの、ドン、逆。あ、なるほど、厚紙に入ってわからないようになってるね。ドン、デュースだ。あ、あ、2枚入ってんの、え、あ、2枚入ってんだ、へえ。デュースとイデアでした、かわいい。イデア座ってんだね、へえ。いや、推し出てくれたら嬉しいな。推しの相棒は出たけどね、推しの友達は出た。ドキドキする。あのさ、前にアクリルスタンド、箱買いしたアクリルスタンドをの動画を上げたことがあって、それはね、もう全部全員揃うっていうあれでやってたから、すごいこう心穏やかにやってたんだけどやっぱ推しが来るかわからないってなるとね、なかなか。せーの、ドン。あ、ジェイドとリリア、ウィー、いいですね、かわいいね、ステッカーって。え、こんなにしかわいいって思わなかったな。まだ売ってんのかな箱買いしていいレベルでかわいいんだけど、でもさ、これさ貼れないんだよね、もったいなくって。どこに貼ればいいんだろうね。裏に両面テープ貼って、いつでもこう貼って剥がせるようにしたい。え、これ3袋目です、3袋目どうだ、う、え、う、あ、え、あ、こういうのもあんの、へえ。ディアソ袋じゃないですか、いいね、めちゃくちゃいい。その太郎とディアソ、え、とっても良くないですか。え、なんかすごい上がるんだけど、可愛くって。なんか昔こういうさ、ダイカット系のシール好きだったなって思い出しました。そうね、推しが来てないさあどうなる、せーの、ドン。あ、ジャックらしきものが見える、あとこれ量だね、ドン。あー、なるほどね、あ、ジャックめっちゃマジフトやってる、ドスカラビア。え、これすごいな、これって超当たりだよね、かわいい。今のところ推しの推し関連がこの2人。え、もう最後の 1個、これ いくらなの。え、でもやっぱこういうのってさ楽しいね。ランダム1セット2枚入りって書いてある。全30種類だから、全30種類、22たす7たすグリムかな。来ないかな、ダメかな、ダメなのかなダメなのかな。せーの、ドン。おっと、セベックとこれ誰だ、誰だと思う。ほい、あー、なるほどね、
え、ペルンルンいいじゃん、1年生すごいディアソが揃ってしまった。いや、シルバーいないけど、といった感じになりました。推しは出てこず、でもこんなもんこんなもんいいじゃん。え、めっちゃくちゃ可愛い、めっちゃくちゃ可愛いわ。なんかこういうのあるとさ、こうセッ、推しじゃなくてもセットにしたくなるよね。え、どこに貼ろう。いっそ開き直ってこのマステ帳に貼っちゃってもいいけどね。こうやって、え、めちゃくちゃいいじゃん、ほら、めちゃくちゃいい、ありがとうございます。ただちょっとあのね、あとね、これ手触りもすごいいいんだよね、うん、あ、電池がないでは今回はここまでにしたいと思います。ここまで見てくださってありがとうございました。バイバイ、またねー。